では行きますここから、えー、基本動詞の表現だねでここから読んでいきます。日本語と英語と、どっちもコイン出して読みます。1、2、3。Call back。折り返し電話する。あ、これ中学校三年生で習うね Check out。Check out する。確認する。Fall asleep。これ見える大丈夫はい。えー、っと、眠りに落ちる。Fill out。 書類に記入する。get into に入る乗り込む。get through 困難を乗り越える。hang out ぶらぶらする。hold on 少々お待ちください。keep on し続ける。pass away なくなる。pick up 迎えに行く拾う。put away 片付ける。 set off 出発する show up 現れる stay up 夜更かしする take out 取り出す持ち出す turn around 振り向く write back 返事を書く break down 故障する break up 関係が終わるだからこれね彼氏と別れた時とかブレイクアップって言うんだよね <laughs> 前置詞の使い方に注意する表現。be angry with に怒っている。be kind to に親切にする。be satisfied with に満足している。be worried about を心配している。be crowded with で混雑している。be filled with で満たされている。 by chance, 偶然に。by mistake, 間違えて。for free, 無料で。in danger, 危険な状態で。in trouble, 困っている。in a hurry, 急いで。on purpose, わざと。on business, 仕事で。on vacation, 休暇中で。 at once, すぐに at the moment, 今のところ under construction, 工事中で out of order, 故障して out of control, 制御不能であとは会話でよく使われる表現ね。Can I help you? いかがいたしましょうか ?How about? はどうですか It depends on 次第です。No problem. マイクが落ちて。ごめんごめんごめん。マイク。机が小さいんですよ、ここ。すごい小さい。ちょっとパソコンを少しずらそうって落ちそうだけど。どこだっけ no, ?No problem. 行くよ。はいせーの。No problem. 問題ありません。Not really. そうでもないです。 See you later. またあとで。Take it easy. 気楽にね。What's wrong? どうしたの ?That sounds good. それはいいね。Long time no see. 久しぶり。I have no idea. わかりません。I'm not sure. よくわかりません。It doesn't matter. 問題ありません。That's why. だから何々なんです。What's going on? 何が起こっているの ?Good luck! 頑張って。Never mind! 気にしないで。It's up to you! あなた次第です。How's it going? 調子はどう ?You did a good job! よくやったね。今度は比較感情に関する表現です。As if まるで何々のように。As soon as possible できるだけ早く。Be angry about に腹を立てる。Be careful of に気をつける。Be famous among の間で有名だ。Be full of でいっぱいだ。Be in love with に恋をしている。Be jealous of 寝たむ。feel ashamed of を恥ずかしく思う。get angry at に腹を立てる。これね、どこにあったよね。get hungry a と、どこだっかな。えっとね、get angry about なかっけあ、これ be angry about ってありましたよね。get angry about でもいいんだけど、に腹を立てる。about ね。で、こっちが えっとこれはゲットになってる。be angry at でもいいんだけど、これこれ腹を立てる。同じなんだけど、これ何についてどう違うかというと、ットはも直接何かに腹を立てているって感じ。about は何かについて腹を立てているから、なんか物事がちょっと複雑かもしれない。あトよりは。これ例えばに、あとの後になんかこの壊れた車かなんかがあって、それに対して腹を立てるって感じだと、あの まあ、この後を使うけど、about だと、車が故障したのに直そうともしないことに腹を立てるみたいな、ちょっと,、えー、と複雑な内容になるかもしれないね。これね。get excited about <laughs> にワクワクする。<laughs> ごめんごめん。get nervous about に緊張する。get used to になれる。have a good time 楽しい時間を過ごす。have trouble with に困る。make a decision 決定する。make a mistake ミスをする。make fun of をからかう。be sorry for を申し訳なく思う。take it seriously 真剣に受け止める。今度便、便利な句動詞と表現。 まあ動詞が入っている熟語って感じね。この句動詞ね。ask for 求める。blow up 爆発する。break out 突然起こる。catch up with に追いつく。drop by 立ち寄る。end up 最後には何々になる。get over 乗り越える。give in 屈する。go ahead どうぞ。 先に進めてください。go through, 経験する。hold back, 抑える。let down, がっかりさせる。make up, 仲直りする。埋め合わせする。pick up, 選ぶ。point out, 指摘する。put off, 延期する。show off, 見せびらかす。shut down, 閉鎖する。 停止する。stand by, 支援する。見方する。見,か見方する。watch out for, に注意する。